大河ドラマ光る君へがより面白くなる歴史解説です。さあ先生、はい、今回は、はい、あのーうん、ちょっとおさらいをして整理をしたいんですけどね。お願いします。はい、新しい展開に入ってきます。はい、あの三、ー、坂、うん、一番目のお兄さんですね。うん、が、あの乾、ー、伯になって、うん、まあ最初は折衝なんですけど、お父さんが亡くなった、お父さん亡くなった後引き継いで関白になって。うん その道高のお家が隆盛を極めるというところなんですけどね、うん、ちょっとそのいろんな人がポンポンやっぱり出てきてね、はい、あのちょっと戸惑ってますという声も聞きましたのでもう一回整理してみたいと思いますお願いしますでこの方がね、うん、あまり出てこない、はい、でこれがお母,さんあのお母さんっていうのが道隆の奥さんなんですねこの人これで「高なっていいますよね、はい、まあ以前一個マイナスで一回ちょっと紹介したと思います。 高階さんというのはもともと身分の高い、はい、あの天武天皇の王子の高市美子からこう出てきた士族の末裔なんですけども最後は皇一族に変わってきますよと、はい、皇の諸直なんかで有名になりますよね。うん、これはお母さんなんなですね、うん、で、えー、貞子も中宮としての高い許容が必要よということで、はい、前回のドラマでは歌、うん、人を歌 呼びましたよ、ねはい、で呼ばれたのが桔梗でした、はい、つまり言さ、ね、このんですよね。はい、で清正納言を名乗るというのがやっぱりドラマでそのまま出てきましたね。はいうん、で清正納言清正納言とこう分けてやっぱりこう呼んでおりましたけども、うんはい、まあ一般的には清正納言と。 いう呼び方でいいと思うんですけどね世の中中がみんなでね聖小納言聖小納言言い始めたらちょっとなんか気味が悪いかなと NHK さんの力すごいですねで、この紀京さんがなぜ聖小納言かという清原氏から出てきた聖と小納言ていうのは一説には何かこのこの方の 婚姻関係の人の中に小納言がいたのではないかという説もあるけども。うんはい、まあ、それはちょっと難しいな、やりすぎだなということで。えー、これは不明であると。これ、そのままドラマで。言ってましたね。うん、言ってました。うん、で、それは違います。なんてことは言ってましたけどね。はい、あの親族にはいないんですね。うんうん、えー、だから。その辺のところは、また。 研究なさる方ぜひなぜこれ小納言と言ってるのかとそうですねちょっと面白そうですねあっそうそう調べるとそうそうでねちなみにね紫式部ですけどもお父さんのためと切ってねおられましたよねずっと仕事にありつけない火山天皇の時に時効といってその火山天皇の家庭教師のようなことやっておられましたけども彼がその 役職でこう、まあ、要するに職をもらった時に入ったのが、うん、あの8章ありましたけどそのうちの式部の章というところに入って式部の章というところで彼が仕事をしたのであの式部というんじゃないのかというふうに言われている、うん、お父さんの職名から来ている大体、うん、そうなんですけどね、はい、で紫っていうのは分からない、うん、であのー、古い資料にはね当式部 藤式部と僕は呼んでるんだけどもじゃあ紫はどこから来てるのかっていうとね「源氏物語」の紫の上彼女と自分を紫式部がね重ね合わせて書いてるんじゃないかっていうことを言われる研究者もいてねその紫っていうのはどこから来てるかも。 前元がはっきりしてないんです。あ、じゃあ、あの、藤の花から来てるわけではなくて。うん、あ、そうそうそう,そう。え、あ、なんか、全然わからないんですね。うん。だから。うん。まあ。 今、ドラマでは真広というふうに言ってますけどそのうちに真広で定着したんでしょうね、きっとああ、そうか、真広さんね実名ではないですからね貴郷もそうですからドラマの中だけで使われている真広貴郷という呼び名ということですよねそういうことですまあ当式部なんて言われて、この方は聖、少なご。まあ、やはりこう、職名親族にそういった職の人がいた場合にそれをいただくと まあこれをこれが迎え入れられましたっていうとこ先回ドラマやりましたちょっとおさらいなんですけどね。で今回のテーマは道高からのイケメンのコレチカフシのおごりということで代理を出された今度皇太后の「秋子の怒り」この2つが日本の柱になってドラマが展開していきます。 まあ、で、でで、ここれ事実なんですね、<ー>この辺はでちょっとこれもう一回ねこれもおさらいで見てみましょう道釈、はい、っていうのは、うん、この金家さんの長なんですが、うん、お母さんはこれが正妻藤原の時姫、うん、この方が側室これなんていうものかなと思うあのドラマでなんて言ってたかちょっと僕記憶にないんでね藤原念志というふうにまあ 読めない場合は書いてあるで、一般的に資料にはね未知綱母と出てきますこの方、陰楼日記という日記を書いた人石山寺に行った真弘たちが出会いましたねそうあの注意されてましたねゴラッとか言ってねあ僕とそっくり叱られる方ですゴラと言って叱られてまして まあと言ってお会いした時に日記を書かれたた方だっんですまあ広が感激するシーンがありました。で事実「陽炎日記」に書かれているいわゆるね簡単に言うと側室の立場として自分の主人を待つ女性の思いみたいなのが書いてあります。 女性特有のさまざまな男性に対する思いだとかいうこともこの「かげろう日記」には出てくるんですけどもね、うん、まあそういったものを紫式部が参考にしたんではないのかなということでお会いした、うんはい、実際資料には道綱母、うん、ではこの道綱ってのは誰かというと道隆の次の、はい、で誰がやってるかというと彼がやってますよね弱い失敗した方ですよね。 そうです。<laughs> あれ不評ですよね。いかんよな、ローテいかんすよ。ね、言い訳もいかんすよ。あれは。あれはあのーはい、当時の貴族の中ではこれ当たり前のように行われたんですよね。信じられない。うん。で、いやそれは紫作支分もね、うん、あの支分日記の中でね。 道チが呼ばれてきたってことを書いてあるのよ。あ、そうですか。外からコン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 叩くんだけまあ、そうそうそのシーンですね。でも怖くて開けられなかったと。最後開けなくてよかったって言ってるからね。一応あれは呼ばいに入るんですね。まあそういうことですね。あのまあこんなことでこの方が登場してきてますよね今。はい。ただ側室の子ですからトップにはなれないんです。でも最後は右大臣の上。 まあだからこれは道長が彼をこうだん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 引き上げていくんですけどもね、うん、まあ道高の下では冷遇されていると、うん、こんな感じなんですねそれから道長は今日はまあいいですけども明子がいてでこの部分だけを少しアップしましょうかね、はい、つまりこの関係がわからないって言っ方がいましたので、うん、ちょっと今日はこの間もこれ書いたんですけどね、うん 藤原のミシの母がこの方でカゲロニキを書いた人っていうんだねあのー、あ、すいません、いやだ私そういうの忘れてたいいですよはいはいはい,いじゃあ、これは途中で握ってた <laughs> この中間カンパク家と呼ばれますね、はい、これが道高のお家です、うん、なぜ中間パッパクかという話は前ちょっとしたと思いますがあの金家がそれまで、うん 右大臣家どまりだった自分の金家の立場をまでで持ち上げた人ですよねその前このお兄さんたちはもう摂政はしてたりしたんですが、はい、金家独自でこの道長をはじめとするこの兄弟たちがずっとこれ以後摂関係を作っていくその元になった人なんですよねお父さん、はいで。この金家と 最後に摂関家をガッと大きくしてあの強くしたのが道長、うん、でこの間にいるので、うん、中関白というんですよ、ね、このちょうど間に入るので中関白というふうに、はい、中関白家と呼ぶようになったのはおそらく鎌倉時代からぐらいからだと思いますが、うんはい、今現在に行ってるわけではありません昔から言われていたんだね。さあこの金家と時姫 とのの長男で生まれたのが道高さんでしたその奥さんがさっき言った高階孝子さんでしたというとね、うん、でこの生まれてきた子供がいますが今日一人注目して今からご紹介する人を出しますけどね、はい、まず明、はい、子さんね,ねこの人はもう、うん、あの皇太后として、はいあのー、一条天皇のお母さんになりますから。でこれが 道高、うん、さあこれがもう紹介している是親、はい、優秀な長男、はい、そして、うん、長女の貞子はこの一条天皇の中宮として受代しましたね、うんはい、でもう一人この人が出てきます、うん、高家、うん、この人の話を今からちょっとします高い家、うんうん、それからあとまあ道長道陰っていうのがこの 外側に出ちゃいますよね自分のお家の外側の人になるわけ、はい、そうするとこの二人の関係とこの二人の関係というのは前にちょっと話をしましたが強いもの当然親子ですからねこれは兄弟ですよね、うん、強いものがあってこれらが対立関係を生んでくるんですけど、うん、まあ一応道隆を中心としたここまでのくくりが中関白系。 そのパッ家で優秀な男の子が一人二、うん、人いたで貞子も優秀な女の子だった、うん、ということなんですが、まあ、この人が優秀だっていうのはちょっと話しましたがこの人ちょっと見てみましょうか、うん、ま,ずまずこれしかね、うん、簡単におさらいすると道長最大のライバルになります藤原これしかで一条天皇の即位式で昇殿して13歳で。はい 十五の十三歳で十五位の下で91年には十三位十八歳で三位になったこれ覚えておいて今日は記憶力テスト記憶力テスト何歳で三位になったかつまり天皇の前での会議に出られるあのわずかな人の中に入ったのか十八歳昔あの十八金っていうのがありましたけどね ここから大人として認められるああ現在でもそうですね現代でもこれは不思議そうなんですよね18歳から大人として認めるのに <laughs>、うん、お酒やタバコは二十歳になってからおとおと <laughs> でしょそうですね選挙権もそうだったでしょ <laughs> 先生なんか十代みたいなことを疑問を持ちますね <laughs> いやだからね <laughs> この法というのはね、僕はこの間もちょっと講演会で話したんだけど、はい、あるところで普遍性がなきゃだめなんです、うんまあそうで、それはね、そう思います。公平感と普遍性、普遍性というのは、今言った年齢のようなこと、はい、それからね、もう一つは地域性のこと、うん、大谷君の問題がありましたね、<う>大谷君じゃないな、大谷選手、えーうんあのー、マネージャーだったか通訳のね、はいはい、通訳の方のね彼、うんまあ、は良くないことはありましたけど、えー カリフォルニア州ではバツで×で、うん、隣の方のノースどっかに行くと全部丸になるんだと、うん、そのスポーツ賭博なるものがね、まあ、そうです、ね、いろいろなんかこう、うん、薬でもそうですよねなんかこの時期、うん、ここはいいここは。ここはいいカナダが今アウト丸でここはバツで×でだからカナダに行ってってやつがいますよね。それいいけない いけない、うん、全部一緒じゃないといけないそうそう民主国家って言ってるのは、うん、どっかでみんなが平等に自由に暮らしていきたいという時に、うん、普遍性を持った方が必要なんです、うん、どこに行ってもこれは当たり前でしょっていうものがねここはまるでここは罰ですよっていうのは、ねうん、これはあの非常にまずいですよねまずいですねだから同じように、はい 18歳から認められることを認められないことっていうのを決めて、うん、一体いつから大人なのっていうね、うん、またますます確かに分かりづらくはなりですよね分かりづらいですよね、うん、で選挙権持つのが大人なんだよと、うん、僕はそう思ってなかったんですよね僕は酒やタバコ、を飲むようになるのが大人だと思って <laughs> でも、また、これは難しくて、うん、あの、こっそり飲んでる人もいますからね。あ、そ,そこになる。今言いますけど、これ、逮捕するのにしっかりやっる、してこりかった。で、選挙権は難しい。私、あの、韓国籍だったんで、選挙権なかったんですよね、当時は。うん、あだから、そう,かそうなってくると、選挙権持ってるの、こと、な、も、なかなか難しいですね。その先もね。だから、ここで言うとね。うん まあ話はちょっと脱線しですねだいぶねこれちがが18歳で3期になりましたよものすごい早いんですよこれ朝廷の周りに食べるんだよ天皇のおじいさんばっかりだよ普通はまあ今で言うと高校3年生ですもんねおじいさんの中に高校生がいるみたいな感じになっちゃう翌年には13位から小3位に上がって「ゴンダイナゴン」19歳で。うんうんうん トップに入ってくる19歳でね今どうですか今 IT 社長みたいな感じですか今どきの大学時代から会社を起こしましたみたいな。っいうとまあこんな政権の中枢に出るっていうよりもねどっかのラーメン屋さんに並んでる方だよねまだねああそうですねで2年後には内大臣ついに21歳で当時道長29歳これが これこれ道長がちょっとこううん、んとするんですよね、うんうん、え内大臣だって,て,ってで幼い頃から分泌に優れる逸材だったよというのがこれがさんの捉えです、うん、で今日はもう一人ね、はい、この人ね、うん、この人がね実は後半のキーマンになる,なると思います イケメンで揃えてきますね本当道長も手を焼く気骨<う>の人です、うん、この人は。ね四男,男で男でよりも5歳年下なんですだけど間にいたのにあのお父さんの,あの道隆は「これかと「高家」を「い家を 上にあげますつまり優秀だったということなんですが単に頭がいいわけじゃないんですこの人あもっともっとすごいところがあるあ、さがなものって書いてある荒れうん、くれもの荒くれものすぐ喧嘩する若い頃だけど後半心魂というふうに出てくるこれ気概があるというこれ誰が言ってるかというとあの小勇気を書いたあの藤原さね はい、うん、あの道高やなんかだっきらいだった人ですよ。うんうん、権力を横暴出して、はい、彼が彼だけは好きだった。んですあ,あ、そうなんですか。結局、なかなか気替えがあったんですよねま。まあ、そういうのが多分道長の手強い相手に本来なってくるはず。なんですが、実際その通り。さあい、いいですか。見てくださいよ。はい 覚えてる？十三位で三技。彼十六歳で。あ、さらにしたじゃないですか。さっき十八でしたもんね。いや、覚えてますね。やっぱりああいう脱線の話って言ったらね、記憶残るんですよ。面白おかしくね、やるとね。そうそうそう。で十六歳で、さらに若い。子供ですよまだ。子供子供ですね。高校生になったばっかりですよ。はい。お父さん亡くなった年、亡くなる年には、ゴン中ナゴン。うん。十七歳で。あ。 で、「右衛門の徳」はい、というとこれは左衛門右衛門と二つ、うん、あの門が代理にあると言いましたね、はいうん、そこを守るエジたちのトップになる、うん、ということですよこれ監督になるものすごいくらいが一気に跳ね上がる、うん、これ17歳ああ17歳ですよ、これこれはそういう器がまあまあこうそこから器も作り上げていくんでしょうけど、うん、いや器もあるから上がってきたんですね。ああ だからそれは道高にとっては自分のをこを支えていくこの家を継いでいくベストメンバーの一人ですよねこれこれチとこの高い家というのはそして翌年「超徳の変」というのがこれがね前半のドラマのクライマックスになりますあそうですか今日はやりまませんだ今度じっくりとまあ大体ドラマの進行に合わせたいと思いますが「ぜぜひひ火山天皇襲撃事件」 彼の言った矢が火山天皇に命中するんです、はい、あらこれちょっとすごいことになりますね火山天皇も上皇となっても女あさりにやってくるんですん京都市中にも<う><で>いつの時代も,も女が好きなんですいつの時代そ一人の女をめぐってその二人が対立関係になってしまう <laughs> <ー>というような事件が起きるんですけどね、まあ、どうやって描くかは分かりませんがんその時に 何を、はい、と言って出て行って相手を言ったのが彼だったああ若かったんですよ、うん、18歳だもの。ああでそれで道長が何ということやってくれたということで、うん、このコレチカと高家を二人罰します、うん、自分より身分上だったんだけど、はい、罰します。 その周りの参議にそのことを図ってこれは完全に罪であると、うん、で彼は出雲の国に18歳の時に左遷される、はい、しかし6年後、うん、まあちょっと前にも戻ってくるんですけどね明、うん、子さんが皇太后の愛子さんがあの病気が一回かかって治ったということでね恩赦、はい、を施してその時にまあ戻ってきていいよってことになるうん、うん、京都に戻ってくるんですがもう6年後には権中納言に服す。 24歳で政権のさあここからが道長と高井への争いになってきます中関白家を守ろうとした逸材ですよとでしかも割と、まあ、荒くれ者でもあったけども気骨のある人だったということで実はあの藤,あの藤原の実助も彼のことだけは好きだったみたいな。 そうですか、うん「昭遊記」を読むとねそんな感じが出てきますよね。ということでちょっと紹介しておきますねさあで後継跡継ぎの息子たちを昇進させる道の、うん、ドラマの中ではこれはもうどん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 といきますが、うんはい、自分は摂政から関白になります、うん、993年という年にねで翌年長男・コレチカを大臣四、はい、男・高井を十三名の三義にします。 入れちゃうわけですもうねこれ翌年ですよ、はい、この時に、えー、21歳とこれは16歳だったです、ね、歳、はい、さっき出てましたもんね、はい、この頃から道高は、はい、飲水病が顕著になりますあら飲水病飲水病って水をすぐ飲みたくなる病気僕もそうだったんですけどね喉、うん、渇く糖尿病なんですあ そうういことですすかそうういことなんで手がしびれて目が見えなくなってきて手足がしびれてやたら喉が渇くで体がだるくて調子が悪いそこで彼は俺のことを誰か受訴しているんだああ呪ってるんだこれが42歳の時ですよ道高が道高が最後どうにも調子が悪くなってあれは不自の病ばです 血管のの病気なんですよ、ね、糖尿っていうのはうだからその血液の中に、まあ、糖がたくさん分解されずに、うん、溶け出してくる様子を糖尿というんですけど、はい、それは血液が悪いというよりもその糖を分解する力がなくなってる、うん、つまり水蔵に問題があるわけ<蔵>でそれは全身に病気が回って、うん、いろんなところでその なな、んていうのかな悪さをすするわけですよね、まあ、だから糖尿病になると、まあ、とにかく免疫力がなくなってしまう、うん、ちょっとした病気風邪でも死に至る場合がある当時は、うん、当時はそうですよ、ねうん、治療薬がないもんですの、ねはい、で彼はもうこれ俺を受訴してるやつがいる。うん、となると考えられるのは怒って出てった道金か、うん、俺のことを嫌っている姉さんの亜子か。うん はたまたま道長か、うん、俺の息子の方が先に行っちゃったからなということだよね。すすごいい人のせいですねということで呪相 <laughs> を疑ってね、はい、いうあの実はドラマの中ではその御殿がちょっと火事になるっていう事件があるんですけどもその原因をその3人に持ってくるっていうシーンがあるんですけどね、うんまあ、実際違うんですけどその時に呪相を疑っていた彼はなんとか もう一回祈祷をして俺の病気を治してくれよということで呼ぶんですよあこれねこの時、はい、この人、うん、なんだこの人事はと、うん、おかしいんじゃねえかってことはやっぱり言ってますよねドラマでも言ってましたね,したよね <laughs> ボソボソ言って困った困った困った。とことはね、うん、この人代表としてね、はい、多くの苦行たちがみんなこれ ちょっとやりすぎだよねと思ってますよね。思ってたわけね。で金家の場合も独裁者だったけど。はい、彼は見ての通り全部金家の家のものなんて。あの参議院の中に一人も入れてないじゃない。うんね、源政信だったり。はいうん、違う人たちがちゃんと全部入ってた。入ってました。あからさまですよね。ここラクラクのだから。<laughs> あんたこれ。おかしいんじゃないのかうってこと怒り始める。だね。 まあ、そんなな時に、うん、飲水病が顕著になる、うん、翌年は死んでしまうんですけどもうん、うん、この疫病との戦いと汚れの思想というところで、うん、少しねあの話がね、はい、この間のドラマの中で最後石山田から帰ってくる時に、うん、川の中でね 死体がたくさんあ疫病で亡くなった、ねうん、あの方たちがそうそうそう,そう,うで疫病であの当時の京都は随分疫病が流行ったんですけどもあのその疫病に対してねどういう手を打っていたのかっていう話をちょっとしておきたいと、うん、手を打ってくれてたんですかまあひどいやり方ひどいですけどねね、はい、あのが結局ね あの一旦それでそのひどいありさまを見ながら帰るんですけど、うん、自分が文字を教えていた女の子が道端で倒れているのか、うん、発見するのか、うん、お父さんとお母さんが死んじゃったしって、うん、でその女の子はそのお父さんお母さんあの駅場にかかって死ぬんですけどね、うん、自分も看病してるうちに自分もかかっちゃうんです。うん、でがかわいそうだしてて 抱き止めて、うん、そしたらその教えていた文字を自分で「山」とか「水」とか言いながら死んでいくんですね、うん、でもう「真広、まあ紫式文」ですよね、うん、これはもう絶対になんとか私少しでも手伝いしたいわという気持ちになったんでしょうね最初その女の子がその秀壱に行った時にお医者さんが一人しかいない、うん、そこでもう「じゃあ私手伝いますわ」って言って手伝ってた看護師さんの役やったんだよね。うん まあその秘伝院」っていうのはね「悲しい田村院」って書きますけど初めて民衆のためにできた要するに医療機関あ病院、うん、養老年間って奈良時代の初めの頃あの例の有名な光明皇后聖、はい、武天皇の奥さんです、うん、が東大寺に秘伝院と病院と製薬院といって薬を施してくれる 2箇所を作ったんですね、うん、これは日本で最初かって言われてるんですがこれが奈良時代により頻繁に起こった疫病に対してこういうものを作ったんだと、うん、人々がほったらかしにされたからどうぞということでね、うん、で平安時代にはね今の今日の東西に1箇所ずつ秘伝位になるものができたという記録があるんですね。うん、で今ででも残ってるんです あのこれはそうですお、これは京都のね東山にあの千入寺御寺千入寺というお寺ですがその中千入寺っていうのは天皇陛下のお墓があるお寺唯一珍しいですよ天皇陛下は仏教徒じゃありませんからい。でもその天皇陛下のお墓があるのが千入寺なんです。なんでここにあるんですか ここに別院に比隠院というのがある、うん、でこれ実はね、うん、ちょっと調べてみたら、うん、1300年代ですから、うん、鎌倉に入ってからできたんではなくって京都市中にあった比隠院をこっちに移したというらしいと、うん、移したんですか、うん、なるほどで今でもこれ比隠院と言ってます。うん、ここに病人がいるわけじゃないんです。うん、今はお寺になってますから。お寺で、うん、だからここにその自分の 病はなんとか治したいなと思うような人は、ここに来てよくお参りをしていくそうです。うん。僕もちょっと心の病を持ってるの、ここに来てこう。心の病を持ってたんですか、先生。俺は逃げて一生持ってますよ。まあ、いろいろね、あれこれ考え悩みますから。悩みのない人がいませんからね。で、これ、秀院っていうのは。これ、実際、だから、皆さん京都に行ったら、三寺千人氏って、の有名ですから。こういったら、秀院にちょっと訪れて、あ。 ここで真裕ちゃんが一生懸命やってたんだ。うん、思えばいいです。そうですね。女のファンの方はぜひ。ね。まあ、それからですね。はい、これは珍しいんですけどね。うん、これは国立国会図書館の。あのデジタルアーカイブスに出てきますけど。うん、絵です。えです。これはね。春日権現建起って言います。建起。春日権現というのは春日大社のこと。うん、これは藤原氏の氏神の。藤原氏が。 宇治子の代表をやっている神様ですよ、ね、うん、うんはいうん、これが春日,春日大社東大寺の隣にあるでしょ、はい、しばらく歩いていくと、うん、あるそうですよ。その春日権現のああ要するに絵巻物が残っていてその部分に疫病の患者が入る秘伝が書いてあるんです。うん、でこれ見るとね、あのー 当時どういう治療を教えたのかっていうのが分かるっていうんですけどねこれ<ん>藤原時代の疫病対策っていう、はい、一つはここになんか魔除けをぶら下げることこれが一つの魔除けなの。はあ、もう一つはここでゴマ祈祷をすること、はあ、門のところ、はい、火が燃えてますよね、うん、これが2つ目。2> 2つ目でをしたもんだからこの 疫病神が。入って中に入ってくるけら覗いてるわけね、うん、これ。二つ,つ目、一つ目。二つ目、三つ目、これ。外に小屋を作って、これで寝てるでしょ。うん、つまり、隔離をするということは三つ目。ああ、隔離。隔離はね、まあ。うん。だから、三つ目、四つ目は。はい なんかねよくないものをこう犬に食べさせるっていう,なそうですの、ねうん、か、うん、なんかそんなようなことをやってるどうも、うん、その治療の様子をここで表す当時のね、うん、当時の治療ってこんなもんだったんだっていう様子を表しているこの子,の子とかもあれですか治療なんですかかもしれませんねこの辺,この,辺この犬がなんか空に向かって生えてますよねあ ここでなななお、吐き出すみたいんか悪いものを犬に食わせるっていうのかなひどいだけどまあこうやってそれでもそれなりに疫病対策やっていたという様子がここに残っているんですよね、うん、こういうのをまあちょっと調べてみるのも面白い、うん、そういう時代だったんですね、うん、で「穴心や金これは前にもやったところでざっとおさらいしておきましょう、はい、汚れの思想。 飲んだくれてひげぼうぼうになって俺みたいなさってこうやって寝転がってましたねはいあれ道長に「頑張ってお兄ちゃん」しっかりしろとしっかりしろで目覚めるんですね彼でね「汚れお前は汚れ者だ」って言われたでしょこれ,もうこれは前ちょっと言いましたよね「物意味」つまり「 汚れに触れた時や暦の供述などにですね心身の汚れを除くために家などに物意みというのはこもることを言いますよねそれから食え触っちゃう汚染されることを言いますね感染症の流行時に食え一人ともれたそれから硬いから方向に対してねでこれですよね食の道金さんがね汚れてるって言われてたのね。 彼はね道長が秀院の様子を聞いて兄が何にも道かはねその疫病にかかって人々が苦しんでいるっていう対策を訴えがあっても何もしないもんだから我々はならないからしで自分は秀院に行くんです行く時に道兼が「俺が行く」と。俺はももう親から 汚れ者だと言われてるから、うん、だからここは俺が行くんだと言って行くんです。いいで道長と一緒になって秘伝院に行って手当てに走ります。うん、そういうい、ね、れ、まあ、こういうふうに彼あの今のドラマでは描くんですけどね、うん、まあこれは前にもう一回紹介した当時の治療の様子ですよね。祖天然痘ですよね。祖、うん、というのは牛乳を煮詰めたもの。うん これを投与する塗るんですよねきっとまあこれでもこれもうダメですよねもうおそらく効かないですよ五、ね、割六割死んでいったと言いますまあまあそうでしょうね当時の人口がだいたい二百人から三百万人ぐらい、うん、そのうちの半分ぐらいが死んだと言われていあ,あそうですか、うんまあ、えらいことですよ、うん、まあこれ道路あの路頭に満ちて大金の人々は、うん のつまんんでで歩いいててったうすよね、うん、もう要するに死んだらそのまんまにしておくと、うん、それからその骸骨が塞いだ骸骨があの人の死体を捨てるもんですから、うん、水路に骸骨が詰まっちゃった、うん、溢れたので毛火石が角、うん、の多さ監,監督長って書いて命じて。 京都中の堀水の中の死人をかき流させるという措置をとった、うん。これ本朝政記に書いてあるんだよね。もうね、もう人権人権もクソも減ったレベもあったもんじゃない。ひどいことやっていたんだよね。これがまあ対策だったんですね。一応ね、まあそれしか方法がなかったと考えても、うん、今だったらもうそんなことっていう話ですけどね。でこれ江戸時代になっての絵ですけども、うそうなってもこう今でも 江戸時代でもこう悪霊みたいな人間を人間がやっつけるんだという,うん、うん、これは前見せていただいたことありますよね。っ、うん、て疑、うん、川の吉和が書いてあった、ねうん、まあこれひどいものですよ人が人を殺して、うん、あの悪い病気を退治するんだという、うん、つまり病気になった人を殺せと言ってるんです、うん、映らないように。うん すごい、ねうん、もうなんかシンプルかつ非道な、うん、方法ですね、まあ。こんなのがね、うんでまあ、これは最後ですよこれは何回も言いましたよねここにあ、あのー、悪い神様が、うん、悪病神が疫病神がいるわけ、うん、それに対してごまをごまあ僕を焚いて安倍の生命が厄払いやっている、うん、まあこのぐらいしか あのやれなかったと。本当にね、医療が発達して良かったですよ。まあそんな感じですよね。こんなことなんかここから発展してなかったら本当に人類いないですからね。そういうことですよね。まあこれがあの今度の次のドラマでよく描かれる疫病非人間。じゃあそこまではドラマでやってくれますが、本当にどんなことやっていたのかということを今日はちょっとお話をまあ残ってる資料からね、あの話をしましたが。 まあ、非近代的っていうのかまあ科学的、まあ、現在の科学の目から見ればになるわけです、ねうん、まあまあそうですねそれでも当時の人々は必死になっていたってことはっそうですねそれなりに必死になっていたそうあのど,どの階級の方もいろいろ必死だったということでね、うん、ただ、うん、貴族階級が一生懸命民衆のためにっていう記録はないので、うんうん、まああれはドラマでちょっと創作している部分があるかな とも思いますが、貴族の中にも疫病というのが広がっていきます。そこで誰が死ぬかというと、うほら、ほら、改心して、うん疫病の死で突っ込んでいった金家、はい。なんかあの。 せっかくそういうねことになったのにだろうと僕思うんです。まだだるまでそれ読んでないの僕。あ、読んでない。でも読んでない。でもね、西高死んだ後7日で乾破乾破になるんだけど、7日で死んじゃうんだよこれ。と言ったらもう疫病しかない。そうですね。かなと思ってますけどね。はいということで今日はここまでで解説終わり。長かったですかね。いやいやもう非常に興味深かったです。はい。じゃあこれで終わります。はい。本日もありがとうございました。